はい、では始めたいと思います。皆さんこんにちは。担当論文口述一期合格学習法を伝授しますというタイトルで、今日は約1時間ですね、講義をさせていただきたいと思います。担当レク専任講師弁理士の納富と申します。はい、ちょっと時期が時期ですので、タイトルはですね、初級向けなんですけれども、今教室の方と、で、あと Zoom でご参加の方がいらっしゃるということなんですが、今ご自身のですね、状態がこれから本当にゼロから始められるっていう方だけではなくて、試験がこの間ありましたよね。で、試験受けてみて、で、その結果によってリスタートを切ると。ということで、来られてる、あるいは、Zoom ですね、ご参加されてる方もいらっしゃるかもしれないですね。で、毎年、ちょっとこの時期に、1本初級向けのガイダンスをするんですけれども、その時に、いろいろとちょっと属性がバラバラなので、どういう方向でお話をしようかっていうのを迷ったりするんですが、一応今回はですね、初級向けのガイダンスということなので、これから勉強を始められるっていうことを前提に、お話をしていこうかというふうに考えていますので、その点ご了承ください。で、おそらく、大半の方は初めましてということになるかと思うんですけれども、私は、レクで専任講師を今しているわけですけれども、この、ご案内があったですね、初級向けのこのベーシックコースというものを、この水道橋本校で、16年17年ぐらいですかね、担当させていただいてます。で、なんていうか、初級向けのものなんですけど、初級以外の方もですね、このコースを結構受けていただいてまして、このコースで担当も論文も口述も、一期合格していくということを一応目標にしたコースになりますね。で、私自身も受験生の頃はレックで勉強してきたんですけれども、ただその頃はですね、こういうコースみたいなものがなくて、単発で入門的なものを取った後に担当っぽいものを取って、で、それでうまくいけば、論文の対策を取るみたいな感じで、自分で選択しなければいけなかったので、結構ね、大変だったんですね。で、今はもう本当に初級向けのコース、それの初級でうまくいかなかった方で、あともうちょっとレベルアップって方は中上級のコースっていうものを用意しているので、あんまりその選択に迷うとか困るっていうことはないかと思うんですけれども、ただもしこの前のですね、担当試験で、ちょっとうまく結果が出なくてリスタートということで今日聞かれてるっていうことであればですね、点数的に言うとやっぱり30点が基準になるんですね。30点を超さなかったんであればレベル的にはベーシックコースですね。で、30点を超したんだけどボーダーに届かなかったっていうんであれば中上級のコースがフィットすると思います。もちろんその中身とか、たまたま30点越したとかね、そういうこともあるから、もちろんそこはシビアに見ていかなければいけないんですけど、一般論で言うと大体その30点を基準に、初級なのか中上級なのかということを決めていくって感じですね。で、ベーシックは1年目の講座なので、やはりそのボリュームとしてはですね、担当に重きを置いてる感じなんですね。ちょっとその1ページレジュメ開けていただくと、入門講座、でこのちょっと並行して論文基礎力完成講座、担当基礎力完成講座っていうふうにあるので。入門講座はそのどっちもって感じですよね。別に担当対策でも論文対策でもっていう感じなんですけど、論文は論基礎はもう論文だし、で単基礎はもう担当だしっていう感じなんですね。で、先ほど多分このご案内があったこのコース全体像を見ると、論文基礎力完成講座っていうものが、これだけなんですね。いや、これ、うちのクラスだと木曜日、今日みたいに木曜日の夜の生講義で週1回なんですね、1コマなんですね。で、
講義編で10回 で何回か進んだら討論編が入ってっていう形で全部で、まあ、討論が8回討論っていうのは実際論文書いてみる機会なんですけれども、だから足しても18回分しかないんですよね。で入門講座とでその、担当基礎学完成講座にもそれぞれ、まあ、講義編点修編がありますけど、入門講座だと全36回だし、で単基礎だ と,、46回かな。だから結構そのボリュームがあるわけですよ。なので論文よりもまず、まあ、1年目なのでというか、まあ、論文っていうのは今あの担当の知識がないと書けないんで、ある程度担当の目処がつかないと論文は、まあ、あんまり勉強が進まないっていうこともあるんでね。だからまあ1年目のベーシックは必然的にやっぱり担当対策の方に駒をこう割く感じなんですね。ですから中上級との違いは何ですかってよく言われるんですけど、中上級も私が担当しているので、なのでどういう違いがありますかってよく質問されるんですけれども、どっちに重きを置くかっていう感じですかね、どっちかっていうと。だからやっぱり初級向けのものだとやっぱりまずその30点に満たないとか初学者であれば当然ある程度知識がないと論文に行けないから、やっぱり担当に比重を重きに置くんですね。で中上級だと30点を越してるから、ある程度やっぱり論文書くベースになるくらいの知識はある程度持ち合わせてる感じなんですよ。ですからコースの中身はだいたい半々くらいなんですね、担当と論文のコースが。だからそういう違いがあります。で担当の講座をその分論文に回すわけですから、カットしている分ですね、やっぱりそのベーシックのようにその事細かにっていう感じではやっぱりどうしてもなくてですね、ある程度やっぱりこう分かっていることを前提に説明せざるを得ない部分もありますから、なのでそこが要は30点を越すか越してないかっていうことで、まあ、ついてこれるか来れないかっていうことにも寄ってきますんでね。でこれから始められる方はもちろんそんな点数なんかついてませんから、ベーシックでいいのかなというところですね。で、担当論文口述の一期合格っていうことを今回、まあ、ガイダンスのテーマとして歌っているわけなんですけども、実際今の論文本試験は担当の点数が45点を超えてくると論文はだいたい8割通過できるんですね。通過率がだいたい8割超えてくるんですよ。ですから担当の点数が別に参照されて論文の採点されるわけではないんですけれども、ただその担当知識がないと実際論文書けないし論文が解けないっていうことになるんで、そこはやっぱり関連性が非常に強いということは頭に入れておいてもらったらいいと思いますね。だからある程度その論文の書き方とかっていうのもあるんで、そこは論基礎でやっとかなきゃいけないんですけれども、ただその中上級ほどのその論文の分量をこなさなくてもですね、実際担当の点数が高ければやっぱり論文通過率は非常に高くなってくるんで、ベーシックでまあ、論文口述までですね抜けるっていうことは全然難しくないと私は考えています。で実際なんていうのかな、中上級の人でも担当を受ける人で中上級の人でもベーシックの人でもそうなんですけれども、担当受かった年がやっぱり一番論文は受かりやすいんですね。なので担当の知識が備わっているので、で1回担当受かると2年論、担当が免除になって論文から参戦になるんですけれども、実際じゃあその免除期間っていうのはどういう状態にあるかっていうと、やっぱ前の年とかその前の年に、担当受かってるもんですから1年後2年後っていうことになるんで、担当知識がだいぶ落ちてくるんですね。ですからだんだんやっぱりね現実的には受かりにくくなります、免除の人っていうのは。ですから一期合格を今回ガイダンスでテーマに掲げてるんですけど、実際はこれが一番やりやすいっていうふうに考えてもらって差し支えないかなと思いますね。で逆に1年目担当にもう完全に担当の勉強をして、で2年目から論文の勉強するんですっていう方たまにいらっしゃるんですよ。例えば仕事が忙しいのでとか、まあ、いろいろ例えば子育てがあるのでとか、いろいろまあ抱えられている事情がねやっぱり受験生それぞれなんですけれども、
でそんな中でその1年目は担当しかも余裕がないと、で2年目から論文はするんだっていう方いらっしゃるんだけど、今言ったような理由で実際その作戦受かりにくいです、最終合格っていうことを考えると。で言い方すごい嫌な言い方ですけど、三振って言うんですけど、その2回の免除を使い切れずにまた初級に要は担当に戻っちゃうっていう人のことをよく三振するとかっていう言い方をするんですけどね、3回論文受けるのでものすごい多いんですね実は。でその人たちの特徴っていうのはやっぱりその担当受かった年の受かり方っていうのもやっぱあって、ボーダーギリギリぐらい、まあ余裕があっても1点2点程度の余裕で受かってくる、あるいは今言ったようにですね、1年目担当2年目論文みたいな切り分けをしちゃう。でそうすると最終合格まで行く年数っていうのは結構厳しくなってきます。なので私いつもベーシックの子に言ってるんですけれども、やっぱり担当の受かり方大事だよと、ボーダー付近で受かるべきじゃないよっていうふうに伝えてます。で実際39とかで通過してくる人もちろんいるんですね。でそれでも通過できたらもちろん論文頑張ってほしいんですけれども、でもかなりねやっぱり厳しい戦いに現実的にはなるんですよ、だから合格率っていうものはやっぱり高くないしね、その39ぐらいで受かってくると。でそれだったら例えば38で落ちる人もやっぱりいるんですよね。ボーダー付近って山ができるんで、ボーダーのその付近に大体その受験生って固まるもんなんですね。が38って結構いるんです。で今年も試験終わった後にいろいろとこう点数をですね報告していただいた方とかいらっしゃるんですけれども、38点本当に多かったんですね今年は。で今年担当ちょっと簡単だったんですね、今年の担当本試ちょっと簡単だったんで、なのでまあ普段だとそんなに取れない子でもなんか38くらいまで行ったっていう人が結構いらっしゃって、でもね長い目で見ると私も、長い目って言っても1年とか2年のね目で見ると、今言ったようにですね、その39で仮にラッキーで受かったとしてもその年の論文非常に厳しくて、次の年に持ち込む可能性がすごく高いわけですよね。でそれだったら38で落ちて翌年担当受けなきゃいけないから、その担当で45点ぐらい取ればね、38から45だと7点ぐらいじゃないですか、上げなきゃいけないのは、ね、ですからそれでチャレンジする方が実際論文も通過するっていう年を考えればそっちの方が早いと思うんですよね。だから今のその本試験っていうのはちょっとそういう試験なんだっていうことをまずお伝えした上で、今日お話を進めていこうと思いますね。でまずレジュメ1ページのところですけれども、急がば回れの3回転学習法と書いてあります。でその3回転というのはニュー・ロン・タンっていうふうに私たち言うんですけど、入門講座、論文基礎力完成講座、担当基礎力完成講座ですね。でこの3つの講座でコースは成り立ってるんですけれども、全然違うことをやるわけじゃないんですね。入門講座で習ったことを論文の知識として整理し直すのが論基礎だし、で、今度担当 の, レベルまで、細かく見ていくっていうのが担当知識基礎力完成講座なので、例えば単基礎から入ったとして、そのコースの中で単基礎から合流したとしても、入門講座でやったことや論基礎でやったことを全くその重ならないかというとそうではないんですね。ですからその続きをやっていくってイメージではなくて、上書きしていくようなイメージなんですよ、ニューロン探偵で。その上書きした 3回目の上書きが、その単基礎 の,、講座で習うことなので、だんだんこう色を濃くしていく、細かくしていくっていうようなイメージなんですね。ただベースがないと濃くしていけないので、実際この3つの3回転の中で一番大事なのは入門講座です。で点数で表すと、そのボーダーが39じゃないですか。で入門講座の演習編とか、あとうちのクラス の, その補助教材に書いてあることとかも含めてなんですけど、そこまで含めればだいたいボーダー付近ぐらいまでは入門講座でいけるんですね。38点9点くらいの毎年点数的にはそれくらいの勉強を入門講座でもやるんですよ。
ですから入門講座である程度もボーダー付近くらいまでの知識が備われば短期走は非常に楽になりますね。そういう意味ではね。なので入門講座すごい大事です。で特にそこを学習のポイントとして入門講座だと全体を体系的に理解する規定の趣旨要件効果の理解復習中心の勉強っていうのがポイントになるんですけれども体系的にっていうのは法律っていうのは条文の並び方に意味があったりとか構成に意味があったりとかするのでそういう木を見て森を見ずになってはいけないと。まずその条文の体系からどんどんこう掘り下げて細かくしていくっていう勉強が大事だよっていうので入門講座でやるんですね。で入門講座でやるのはあとその規定がなぜ存在するのかっていう趣旨でその趣旨があるから要件があり効果が発生するのでそういうこうベースになるんだけど非常に本質的なところをやります。で定着がやっぱり大事ですから入門講座は基本的に復習中心の勉強していただきます。でもう4月に入ってから、申し込み者がやっぱりこうぐっと増えてでもう開講済みなんですね。ただうちのクラス開講が遅いので、まだ4コマしか進んでませんから、ここから合流されても別に難なくいけると思うんですけれども予習は必要ありません。基本的に復習を中心にやっていただくっていう形でいいと思います。で入門講座が走ってる間はそんなにきつい勉強を要求しません。長い戦いになりますからやっぱり気合を入れて時間をかけなきゃいけない時期にバテてしまうといけないので今は割とゆっくりめにやってますんでなので十分についてこれるかなと思います。で入門講座がそうですね特日が終わる頃ですかね、7月に入ったら論文基礎力完成講座が開講します。でここは論文書くように知識をこう整理するってことと、であと論文の書き方ですねこれを学んでいきますね。で論文はですね自分の意見を書いたりとか考えを書く論文ではなくて答えがある論文なんですね。だから担当で聞かれるようなことをわざわざ論文で説明していくっていうような試験になりますんで、なのでその答え方とかその整理の仕方、その答案にどう整理していくのか構成していくのかっていうことにある程度こうルールがあるの でそれを学んでいくっていう感じですね。自己流だとね実際やっぱ受からないんですよ論文って。だからそのきちんとその書き方を学んでおくっていう感じですね。なんかこう器の中に水を入れていくような作業なんですね論文を書くって。でその器作りっていうのが論文の書き方で、水っていうのが知識で、知識のほとんどは担当知識ですから、なので担当の勉強が進めばですねその知識面は問題ないんですけど、実際入れる器の問題がありますから、その器のその勉強するっていうのが論基礎の主ということになります。でその後ですね9月開講で担当基礎力完成講座が開講しまして、ここからは結構こうペース上げていきます。ですから1日の勉強量とか内容とかを私の方で指定していく感じになります。今日配布物このレジュメの一番最後のページにスケジュール表っていうのが見本で載ってると思うんですね。でこれは短期その開講日からずっと続いていくんですけれども、全部日付が入ってますよね。で一日一日こう何をどの量やるのかっていうことの指示書みたいなものになります。例えばこの見本の年だと9月25日が短期その開講日だったので翌26日からスタートしているスケジュール表で、で、どの条文をどういうふうに勉強するのか、条文を読んで、アドバンスっていうのは短期層のテキストですね。でこれを確認して、で例えば平成29年から25年の該当の過去問を解くみたいな、こんな指示なんですね。でこのスケジュールは1条から始まってないのも一つの特徴でして、担当の勉強って1条からやってるようじゃダメなんですよ。ちゃんと条文をどの条文からやるかってことにもやっぱりノウハウもあるし重要なポイントがあるので、そういったところも含めてスケジュール表で指示するようにしてます。で1週間に1枚配布するんですね。土曜日の講義で配布します。でまとめては配布しません。そのクラスの状態だったりとか、やっぱり年によってそのクラスの雰囲気もそうだし、
レベルって結構差が実はあるんですね。ですからちょっと例えば今年の人たちは勉強時間があまり取れてなさそうだなと、で入門講座の消化率があまり良くなさそうだなと思ったら、ちょっと多めにスケジュール表を書いたりもしますし、で例えば質問の中で東京やってて衣装はどうかみたいな質問が結構ある、まあ、その分かってないみたいなねところが見られたら、例えばその他の保育っていう部分に衣装のことを入れたりとか、そういう感じでちょっとこうカスタマイズしていくものなので、毎年毎年全く同じようなものではないんですね。ですから土曜日になったら向こう1週間のスケジュールが配られるっていうペースでやっていきます。でお休みだったりとか通信だったりとかするとちょっとずれることになるんですけれども、まああんまりその2週間3週間とかってちょっとずれてくるとこもあるんですけど、通信の方はまあ2週間送りでずれでずっとそのペースでいきますから、そんなに問題はないかなと思いますね。で生の方はまあその生クラス用の日付が入っているものを使っていただくっていう形で進めていきたいと思ってます。で講義自体は2月で終わるんですけれども、このコースは2月までなんですね、その講義自体は。だけれどもスケジュールは本試験の前日まで、だから最終回、講義の最終回のところでその本試験までのものを配布するようにいたしますので、なので、まあ、本試験までこう迷うことなくですね、何をすればいいのとか、どの量すれば十分なのっていうことがちゃんと分かるようにしています。で勉強時間なんですけど、このスケジュール表を開始するその9月ですね、短期その開講から年内いっぱいくらいまではだいたい平日で2時間から 2.5 時間、休みの日で5、6時間分ぐらいの、まあ、この表の内容になります。だから皆さんが勉強時間として確保しなきゃいけないのはそれぐらいを目安にしていただければと思うんですね。で年明けてくるとやっぱりちょっとペース上げていかなければいけないので、まあ、2.5 時間から3時間ぐらい平日で、まあ、休みの日はまあ大体6、7時間ぐらいかなの勉強量っていう形でやっていきます。で大体1年合格される方っていうのは1500時間ぐらいなんですね。その口述突破ぐらいまでの時間ですけど、大体それぐらいなんですよ。何にも無駄がなくてそれぐらいですね。選択はもちろん別ですけど、でまあ、ただね、その1年合格される方が10人いた場合でも半分も1500ではなくて、実際はやっぱり2000時間ぐらいまでの間、1500から2000時間ぐらいまでの間が1年合格者の中でもやっぱり多い数字かなと思います。まあ、多少ちょっとこう無駄って言うとちょっとあれなんですけど、かける時間があったりとかして、まあ、2000未満だと思いますけどね、1年で取れるのって大体ね。だからまあそれぐらいまであれば1年合格は十分可能かなっていう感じですね。でそれがちょっと満たないとかっていうことになると、やっぱり2年っていう感じになってくるので、1年合格なのか2年合格なのかっていうのはそんなに変わらないんですね。実際取れる勉強の取れる時間っていうのが大体その、まあ、主たる要因になってくるかと思いますね。で戻ってレジュメ戻っていただきまして、まあ、そんな感じで約9ヶ月のコースですね。その中で3回転やっていこうっていうのがまず1つ目のポイントになりますね。で次に、2ページのところのポイントはツールを使い尽くすっていうふうに書いてるかと思います。でツールっていうのはまあ、テキスト以外のところも含めてなんですけども、レックが、まあ、出してる共通のテキストだけだとちょっとね、正直ギリギリ感があるんですよ、知識量に。で私は中上級のコースも担当してるので、やっぱり合格していくためにはその人たちのレベルも意識しなきゃいけないし、であんまりそのギリギリで勉強しててそのギリギリ合格できるかっていうと現実的じゃやっぱりないと思ってるんですね。要は例えば60点を目指して勉強して60点取れるってことはあんまりなくて、80点目指しても60点65点ぐらいで、まあ、合格するっていうのが、まあ
大体現実なんですよね。ですからちょっとその中上級で本来教えるようなこと、ちょっと細かめのことだったりちょっと難しいことでも知っておくと少しまあ試験に余裕が出るっていうこともあるの で、 でそれをですね、あのノート見レシピという形で補助教材にしています。でノート見レシピは、見本としてですね、5ページからちょっと載せてます。で例えば5ページに載せているのは定義集の部分なんですね。で覚えなきゃいけない、まあ、その解釈言葉だったりとか、まあまあ、いろいろこう規定があるんですけれども、それって何なのっていうことも結構難しいんですね。だから有限にするってことがやっぱり大事なんですけれども、何を覚えて何を覚えなきゃくてもいいのかっていうことも結構その判断が難しかったりしますし、で自分ではとても判断できないと思うので、なので覚えなきゃいけない定義をまず定義集としてレシピに入れ込んだっていうのが一つありますね。であとはやっぱりテキストとかから自分で定義集を作るとなると、長い文章を自分で要約する力ってものが必要になりますが、それって結構危険な行為なんですよね。よく分かってるからこそ長い文章を短くできたりとかコンパクトにしたりとかする力があるってことになりますけど、受験生のその時期にですね、じゃあそれができるかっていうとやっぱりちょっと難しくて、短くした時に必要な言葉が抜けてしまったり意味をちょっと違うふうになってしまったりとか、そういうことはやっぱり現実的にあるので、なので私が作った定義集をそのまま使っていただいた方がいいのかなと思います。それはまあ趣旨集とかもそうだし、いろいろ他のものもそうなんですけどね、判例集とかもそうなんですけど、判例集もレシピの中にありますから、あ、別冊になってはいるんですけど、なのでそういうまあ意味でレシピを作ってます。なのでレジュメ2ページのとこの括弧1のポツが3つ書いてあるんですけど、やっぱりその人の手を借りるっていうことですよね。これがうまくできれば短期合格できるし、まあ、同じことなんですけど自分でまとめないと、うん、で1年合格者の共通点って、まあ、何個かあるんですけどね、やっぱり一つは器用さなんですよ。人が作ったものなんだけど自分が作ったものと同じように扱える器用さ、なんか自分でまとめないと気が済まないっていう人はやっぱり受かりにくいんですね。実際物理的に時間かかりますから、だからその人が作ったものでも自分が作ったのと同じようにこう器用に使いこなすっていうことを、まあ、レシピでまずやっていただきたいなっていうことですね。であとはやっぱあれこれあれこれやっぱりやらないことですよね。だから今の定義集の次のページとかもそうだし、9ページのところにちょっと論点ってあるんですけど、これって基本書って言われる書籍、学者さんが書いた書籍なんですね。であるいはその後12ページのところにちょっと表が13ページにわたって表が載ってると思うんですけど、これって審査基準って言われるものなんですよ。要は特許庁に出願をしたら、まあ、特許庁の審査官が特許してもいいかどうか審査するわけですけども、でその向こうの手の内ですね、審査官の手の内をまとめたのが審査基準なんですが、かなり膨大な量なんですね。でその中でも試験で本当に出ることっていうのは特実なんか本当に少ないの で、 でそこをこう表にまとめたっていうのがこの表になります。で次15ページのところも今度法域が変わって同じように定義集、趣旨集のちょっと意匠とかだと趣旨も大事なので趣旨も載っけてあるんですけれども、これもまあ、特許の見本と同じ意匠の見本ですね。であとは審査基準っていうものでいうと21ページにマトリックスの表みたいなのが載ってると思うんですけれども、まあ、これがですね審査基準なんですよ。実はベースは審査基準をまとめ上げるとこの表と、でこの表に紐づく実は椅子の図面がものすごいたくさんあって、
で、それでこう審査基準がまとめ上がるんですね。で、なんか法律っていうことになると、その一般法の勉強経験がある人は特にですね、なんかこう、すごく硬いっていうか、その、文字をすごい読み解いていくっていうような、なんかそういうイメージだと思うんですけど、実際この知的財産法はもっともっと、なんていうか、こう実務チックで、もっともっとその現実的手続き法っていう部分が多いので、なのでこうやって表にまとめたりとか、フローチャートに書いたりとかするってことが実際できるんですね。で、この試験の受験生は8割以上が理系出身者なので、やっぱり文字だけで説明するよりも図とかフローチャートとかを多用した方が、同じように法律を勉強するにしても理解してもらいやすいっていう特徴があるので、なので、レシピではその簡単に理解してもらうっていうこともあるんですけども、そういう属性を考えてこういう表とかを対応するようにしてますね。講義でももうだからこのプロジェクターでいろいろ図を書きながらこう説明することが多いという感じになります。で、またちょっとレジュメ2ページに戻っていただきますと、括弧2のところに N プロジェクトシートっていうのがあります。で、私自身はうちのクラスの一番の特徴はこの N プロジェクトシートだと思っていて、受験生の方はなんかスケジュールをすごく押してくださるんですけど、私自身は苦労して作ったっていうのもあるんですが、この N プロジェクトシートっていうのが私の中での一番の傑作だと思ってるんですね。で、何かっていうと、見本がまた載っているんですが、後ろから2ページのところ、さっきのスケジュールのところのこう見開きのところに載っています、見本がね。で、これN プロジェクトシートで特実2って書いてありますよね。で、1は1条から27条までなので、で2が28条からこの46条の2っていうところまでになってるんですけれども、初学者の方が見ると何かさっぱり多分わからないと思うんですが、ちょっと勉強した人だと多分わかるんですね。一番左が条文番号になっていて、でその条文の中でどの部分を読み込まなきゃいけないのかってことの指示シートなんですよ、これ。だから例えば28条っていう条文だと主体に丸がついてて、で、具体的にそのチェック事項のところでその説明があるんですけど、誰がどのような場合に特許証を交付するのかっていうことを、インプットしとかなきゃいけないと。で、誰がっていうのは特許庁長官がなんですね。で、どのような場合にっていうのは、例えば特許権が設定登録された時とか、例えば訂正があった時とか、そういうのなんですけれども、4つの場合が書いてあるんですよ、条文の中に。で、それがきちんとインプットされたら28条終わりで、29条だとこれ新規制の条文なんですね。29条1項が新規制で、2項が進歩制の条文なんですけど、例えば29条1項1号から3号までって3つある中で、共通点は何かって3つあると。で、それがちゃんと言えますかって、客体要件の3つですね。で、相違点はどういうところかとか、そういうその条文の読み方ですよね、それを指示したシートが N プロジェクトシートになります。で、なんでこのシートが必要なのかっていうことなんですけど、担当対策用なんですね、完全にこれって。で、担当試験っていうのは条文を見てはいけない試験で、で条文の内容が問われる試験なんですね。で、今週末のところで分析会があるんで、まだちょっと今分析途中で、はっきりと今年の試験のことは申し上げられない部分があるんですけれども、基本的には条文から出るんですよ、担当試験って。だから審査基準とか判例とかそういったところも絡みはするんですけど、でもおそらく今年も 90% 以上は条文から出てるはずなんですね。で、去年は 95% が条文からの出題だったんです。で、あとの残りの 5% が判例だったり審査基準だったり基本書だったりするっていう、そういう感じなんですね。
ですからその条文が主になるべきだっていうことがまずあります。でその条文をじゃあ具体的にどこを覚えてどこは別にいいのかっていうことを、条文によってやっぱり重要なところは違うので、そこを一応その指示したシートっていう役割が1個あります。であとはあの受験生の中にやっぱり過去問依存症の人が結構いるんですね。あのどういう状態かっていうと、過去問中心に勉強しちゃう人ですね。で私もあの他の法律系の資格持ってたりとかして、あの別に弁理士試験だけ受けたことがあるわけではないんですね。で他の試験士の先生方でも大体言われるのが、やっぱ過去問やりましょうって結構言われるんですよ。まあ、司法試験とか、まあちょっとねやっぱり違いますけど、でレックもそのデルジュンっていう過去問集を出している試験種って結構あるんですね。宅建とか、そうですね、行政書士とか。であの辺はなんでデルジュンっていう参考書が作れるかっていうと、それだけ過去問で繰り返し出されているものがあるからなんですよね。じゃあレックがあの過去問集作れるかって作れないんですよ。ほとんど重ならないから、毎年毎年繰り返されるってことがないからです。で枝で言うと、あの60問とか60問なんですよね、あのその担当試験の問題数って。でもちろん一律じゃないんですけど、大体一つの問題につき5枝とか言うんですけど、小問が5つ入ってるんですよね。だから単純で言うと300枝前後ぐらいのものが出題されて解かなきゃいけないんですけど、その300枝のうちわずか 2,3 枝レベルですね、過去問からこれ作られてるねっていうのは。だから過去問をベースに勉強をしても実際解けやしないんですよ、合格しやしないんですよ。でもあの問題を解いて解けるようになると気持ちいいし、で勉強した気になるんですね実際。だから受験生の多くは結構過去問好きなんですよ、過去問勉強する。でも過去問から出るわけじゃないし、過去問ベースでインプットするとやっぱ穴が出てきますから受からないんですね。で、まあ実際測ったわけじゃないんで印象でしかないんですけれども、過去問を中心に勉強してきた人ってだいたい30点から35点ぐらいで終わってるイメージです。やっぱり足りない。であとちょっとってイメージ持たれたらそれは間違いで、あの30点台の壁っていうのがあってですね、結構30点から35点ぐらいの人って毎年その点数の間に収まっちゃうんですよ、同じ勉強法をしてるから、だから運よくなんか勘がさえてて39ぐらいに乗る人もいるんだけど、でも到底それだと論文受かりませんから、結局三振してまた戻ってくるっていう形になります。なので過去問からやっぱりこう脱却しなきゃいけない、依存しちゃいけないってことがあって、でそのためにその条文の読み込みっていうものをやっていただいて、その過去問ベースじゃなくてもうちゃんと正面から条文を読むんだっていうね、そういう勉強を進めています。そのためのツールがこの N プロジェクトシートっていうものですね。で、さっきの2ページのところですね。なので今言ったような感じ、あとそうですね、あのポツが3つあると思うんですけど、読み込むポイントがずれないようにするって書いてありますよね。でこの時期ってあの担当ダメだった人向けに相談会ってものを開いてるんですよ、個別相談会って。だからダメだった人はそれに予約してこう相談をするっていう感じのこうルールになっているんですけれども、でその時にですね、だいたいその年 の, あの私、まあ、当然点数を聞くわけですよね、今年受けたって何点だったって聞きますよね。であと割と多くの人があの四法対象条文っていって、その勉強をするに使っていた条文をお持ちになるんですね。で持ってきてっていうふうに、まあ、私も言ってるのもあるんですけど、でそれをまあこう持ってきて、でだいたいこう私におっしゃることで多いのが、先生すごい勉強したんだと1年間で、これ見てくださいと、こんなに条文に書き込みもしてるし色もこう塗ってあると。でそれなのに
受からなかった、何が悪いんでしょうかっていうふうに言われるんですね。で確かにパッと見すごい書き込みもして丈夫にいろいろ書き込んでもいるし、勉強してるふうな外観なんですよね、その見た目的に。だけどもよくよくその条文のその線を引っ張ってるところとか書き込みをしてるところを見ると、必要なところとちょっとずれてたりするんですよ、うん、必要なところに線が引っ張られてなくて余計なところに引っ張られたりとか、余計なことをいっぱい書き込みをしてて必要なことが抜けてたり、逆に埋もれてしまって分かりづらくなってるとか、結構そういうこと多いです。でそれがなくならないと、やっぱり出るところにちゃんと線が引っ張られたり、出るところを書き込みしてないと当然努力した分点数になってないんですよね。だからそういうこともやっぱり N プロジェクトシートでこう矯正をしていくっていう感じですね。そういう役割が あります。でこれもやっぱり担当を受かっていくためには必要なことなんですね。で次に勉強のポイント3つ目として、3ページのところでスケジュールについてっていうことで、まあ担当の突破の仕方っていうのは知識のピークを本試験に合わせることなんですね。でまあもちろん論文もそうなんですけれども、自分の知識のピークをやっぱりいかにその本試験に合わせていくかっていうことが重要で、そうすると、まあ、さっきちょっとスケジュールのところで言いましたけど、1条からやってる場合じゃない、理解して解くっていう要素が強い条文と、単に暗記しなきゃいけない条文とかあるので、解くっていう要素が強いものからやっぱりやるべきなんですね。解けるようになったことはなかなか解けないようにはならないんですね。だけど単純に覚えたものっていうのは忘れっぽいので、なのでちゃんと解けるようになるっていうことをしっかり先にやって、で直前期にその単純に暗記またを持ってくるっていうことがポイントになるんですけど、あとは科目並行ですね。今この時期に 何法と何法を並行しといた方がいいとか、そういうちょっとノウハウもあるんですけど、そういうこともやっぱりそのスケジュールの中で実践していくと。で、あと何を使うかっていうこともすごい大事だよってことですね。で、括弧2のところはスケジュールっていうのは1個ではなくて、長期的、中期的、短期的なスケジュールを立てましょうってことなんですよ。で長期的っていうのは、まあ、単純にこのレックのコースですよね。まずベースを作って、で論文の書き方を学びながら担当の知識にこう乗っけていく、まあ、これはちょっとスケジュール感としては妥当じゃなくて、妥当っていうか実際とは違くて、入門講座と短期層が一緒に並行することはないので、この私のレジュメのスケジュールの方が正確なんですけれども、入門講座が終わったらまあ短期層に行くっていう感じになってますよね。こういう感じなんですよね。でこれがまあ長期的スケジュールだから、まあベーシック受講生とか、まあ中上級のコースも含めてレクの受講生に関しては、その長期的なスケジュールは自分で意識する必要はないと思いますね。で中期的スケジュールっていうのは、まあその中で例えば1ヶ月の間にまあ、どれくらいの勉強をするのかとか、まあ、そういうことも、ね、必要になってくるんですけど、ただ私の方でそのスケジュールを配布している関係上、短期的スケジュールっていうところまではもう皆さんの方であまり考える余地がないかなと思います。与えられたスケジュール通りにやってもらったら大丈夫ですよね。ただやっぱり私が一番受験において合否を左右する、同じでコースを受けて、で同じ教材を使い、で同じように講義を受けてる、でスケジュールも同じものを使ってるはずだと。でそれなのに結果が違ってくるのは何かっていうと、多くの場合はやっぱり時間なんですね。ネックになるのが勉強時間ですね。でそこに括弧4とか括弧5に一応その勉強時間の取り方とか勉強時間の使い方についてのポイントが2つ書いてあるんですけれども、1日の中でまとまって例えば2時間から3時間平日に取れる受験生っていうのは結構恵まれてると思います。あんまりいないと思います。社会人の方がやっぱり多いですね。で、まあ、水戸橋本校はちょっと場所柄学生さんも結構いらっしゃるんですけれども、
学生の方は学生の方で忙しいんでね、やっぱり学校の勉強もありますし、でアルバイトしてたりとかそういうのもあるんで、なので学生だから暇っていうことはないですよね。私以外ちょっとあんまり知らずに昔その学生だからそんなの勉強時間もっと勉強しなきゃダメだよみたいなこと言ったら猛反論を受けて、学校の勉強だって忙しいしレックの受講料は私アルバイトで稼いでるんですみたいな感じで言われたことがあるんですけれども、まあ、感心しましたけどね、その偉いなと思って。でまあ、確かにね大学行ってたら、ね、ダブルスクールになるんでやっぱ親の負担も大きいでしょうから、まあそのね、レックの方は自分のアルバイト代でって、でも自分 の、ね、その大学生のうちにそんなもんそういうことに投資できるっていうのはすごい偉いなって、ね、感心するんですけど、でそういう、まあ、合間を縫って勉強するわけですよね。で社会人の方だってコンスタントに毎日3時間取れる方ってのは本当にやっぱ珍しくて、普通はやっぱりちょっと残業があったりとか、うん、付き合いで飲まなきゃいけなかったりとか、まあ、なんだかんだやっぱり結構あるし、であとか、まあ、さらにそこに例えば子育てが加わったりとかすると自分の時間のようで自分の時間じゃないみたいな感じ の、 振り回され方になりますから、そうすると結構大変なんですよね。でそんな中でじゃあその1日2時間から3時間の勉強時間をどうやって確保するのか、そうは言ってもその時間が取れないと合格しないわけですから、やっぱり時間を取らなきゃいけない。でそうなった時にどういう時間を取るのかっていうと、やっぱり細切れの時間を合算するっていう考え方ですね、実際は。で机に座ってない時間っていうのは具体的には通勤時間がやっぱ一番取りやすいと思います。通勤してる時間も勉強時間に当てると。で例えば入門講座とかだと音声データをこうずっとこう聞く、社内でも聞く、私の講義をこう聞くっていうことですね。でそれで結構インプットになりますし、でまあ空いてる電車で座れたりとかすると過去問解けたりとかもしますからね。ですから机に座ってない勉強っていうのももう結構大事にしなきゃいけないっていうことですね。でさっきの N プロジェクトシートを使った条文の読み込みっていうのは本当に本を読むのと同じですから、電車の中で全然できますんで。で私なんか自分の事務所の受験生の子なんかもね、片道 1.5 時間かけて事務所に通ってた子がいたんですよ。でその子はだから往復すると3時間、まあ、多少ロスがあって、まあ、2.5 時間だったとしてもそれだけで担当受かりましたよ。全然その平日家で机に座って勉強する時間がなくても担当試験だったらそれで受かると思います。論文やっぱりちょっと書かなきゃいけないので電車の中でちょっとね論文書いたりはできませんから少し難はありますけれども、なのでそういった机に座ってない時間の勉強ですね。であとは通勤時間以外だとそうですね、ながら勉強ですね。料理を作りながらとか、まあ、例えばお風呂に入りながらとか講義を聞いたりとか、まあ、そういったながら勉強っていうのも結構大事かなと思います。でそれも例えばまとまって1時間2時間っていうのが取れなかったとしても細切れですね、その括弧4のところに書いてありますけど10分もあれば条文 2,3 条文は読みますし、10分あれば過去問の10枝分ぐらいは解けるはずなんですね。ですからそういった細切れの時間をやっぱりこう積み重ねながら合算して、まあ、2時間から3時間ぐらいの平日の勉強時間を確保すると。でそれがやっぱりちゃんとできるかどうかってことが実際、まあ、同じ講義を受けてる、ね、仲間なのに結果が違ってくる要因だというふうに私は考えてますね。受験生の皆さんはなんかその能力だったりとか、あるいはなんかその自分の勉強法が間違ってたんじゃないかとか、なんかそういうことを結構気にされるんですけど、まず能力の問題じゃないんですね。そういう試験じゃないので、なのでもちろんその器用とかそういう部分で、ね、こう例えば暗記が得意とかそういうのは多少あるにしても、でも暗記が少々得意だからって言って暗記で勝負するような試験でもないので、解く要素が結構強いですからね。
ですから実際は能力の問題じゃないし、であとはそうですね、今言ったように勉強法って言っても、実際もうほぼその勉強法の細かいところはもうこっちで指示してるわけですからね。授業中で例えば線引っ張る部分とかも全部指示をしますから、書き込みをすることとかも全部指示しますから、から、ま、違ってくるっていうことはもうその勉強時間の取り方でしかないと私は思っていて、だから本当に勉強時間取れたかってことを聞きます、その相談に来られた時に。でそうするとやっぱりちょっとそう言われると、 そんなに勉強できなかったとか、いろいろ仕事が忙しかったとか、なんかそういうことはやっぱりおっしゃいますよね。だからそういうことはどうしても1年の中で時期的には出てくると思うんですけど、ただやっぱり最終的にこう辻褄合わせていかないとやっぱり受からないので、なのでその1500時間というものをやっぱり確保できるのは皆さんでしかないからね。私はその中の使い方に関しては私の方でプロデュースするっていうことになるんですけれども、ただ捻出自体、その時間の捻出っていうのは皆さんでしかできないことなので、なので例えば夜の時間が残業とか、ね、会社の付き合いとかで取れないんであれば、朝やっぱり1時間2時間早く起きる、会社に行くまでの時間を勉強時間に取ったりとか、そういうことが現実的に必要になってくるでしょうし、例えばお昼休みを、その私の事務所の受験生なんかお昼休み削ってましたね、半分勉強もうパッてご飯食べて、お弁当とかコンビニとかで買ってきて食べて、でもすぐお昼時間、お昼休みの時間勉強してましたから、なんかそういうやっぱりちょっとした工夫というか努力ってものは必要になるかなと思います。で特にその受験をするっていうことは生活をやっぱり今まで通りにはいかないですね。やっぱ変えなきゃいけないですよ。だって一日の中で勉強時間を取るわけですから、何かやっぱり犠牲にしないと資格は取れないと思います。で具体的に言うと、例えば私なんかはですね、受験生時代ってあんまりやっぱお酒を飲まなかったんですよね。すごいお酒好きでよく飲んでたんですけど、でも会社もなんかちょっとそういう付き合いのすごいか、ひどいって言ったらあれですけど、会社でしょっちゅうその振り回される、そう接待とかに振り回される会社だったんですけど、でもやっぱりそういうのが自分の少なくともその仕事以外のところで飲む機会っていうのはやっぱりなくさないと勉強時間取れなかったですよね。であとは私の場合は夜型人間だったので、朝がどうしてもやっぱり起きれなくて、でその代わり寝る時間を削ってましたね。だから夜遅くまで起きるようになったっていうのがあります。で逆のパターンの人が圧倒的にやっぱ多くて、今朝早く起きて勉強する人の方が受験生としては圧倒的に今多いと思うんですけど、まあ、それでもやっぱり朝早く起きるってことで生活をやっぱり変えていく、そういう覚悟はやっぱり必要なのかなと。ただやっぱり努力してそのある程度何かを我慢したりとかするからこそやっぱり受かるわけですよね。で受かった先にはやっぱりそれだけの価値があります。で私も何個かそのいろいろ資格試験をね受けたり取ったりしてますけど、それだけで食べていける資格っていうのは弁理士だけなんですよね。例えば行政書士とかも持ってるんですけど、やっぱり現実的には難しいですよね、行政書士で食べていくっていうのは。で情報処理も持ってるんですけど、それも同じですよね。それだけでっていうわけにいかないんですね。まあちょっとその高度なものもあるかもしれないけれども、ですからやっぱりそのある程度その我慢した先にはそれだけの価値があって、やっぱり難しいからこそ取る価値があるっていうふうにやっぱり考えていただければいいのかなと思います。で特に今ちょっとズームの方がどれくらいいらっしゃって、属性とかも全然全く私今情報を得てないんですけれども、女性の方は結構ねこの最近増えてきてるんですね、受験生で。
で、私が受験生の頃って10人に1人、本当に10人に1人って感じだったんですよ。だから、まあ、本当に男だらけの業界だなっていう印象でした。で、それが今どん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 やっぱ女性の弁理士、受験生も増えてきてますね。で、特にうちのクラスは私が女性なので、あの受講生の中の女性率がやっぱりすごく高いですね、突出して他のクラスに比べると。なので、まあ、よりそう思うのかもしれないんですけれども、やっぱり女性ってその一生の中でいろいろこう仕事に対するターニングポイントって来るんですよね。結婚のタイミング、出産のタイミング。で、今私なんかだと、こう年齢もちょっと体の変化とかを感じる年齢なん でそうするとこう体力的にしんどくなったりとか、そういう時期でもあるし、であと、まあ、男女関係なく、例えばあのコロナ禍に入った時にですね、やっぱり在宅でできるかどうかとか、そういうことも結構ありますよね。で、弁理士は昔からあの在宅勤務される女性の方結構いらっしゃいます。で、私 の教え子でも、あなた何年在宅でやらせてもらってんのっていうぐらい、あのコロナじゃ全然ない時期にですね、あの結局2人目を産んで1年か2年経ったぐらいまでずっと 1人目を妊娠してもうからずっと在宅でしてた子もいましたね。で、それでもやっぱりね、やっていけるのは資格の威力だと思うし、まあ、この業界ならではですよね。で、コロナ禍に入るとやっぱり例えばその仕事の内容によっては在宅が無理じゃないですか。まあ、まさに弁理士でも私のこの仕事なんかもう無理だったので、あのオンラインでまあ配信とか一時期ありましたけれど、でも自宅じゃないしね、それでも。だから結構その難しいっていう職種がある中で、この弁理士の業務っていうのはそういう意味ではすごく恵まれてる。そういった、ね、こうイレギュラーな環境に置かれてもこうなんとか対応できる仕事なんでね。だから非常にその取っといてよかったって思った人は特にそのコロナ禍に入ってから多いんじゃないかなと思いますね。で、私もそのターニングポイントになる時期ってありましたけど、でその時その時でやっぱり自分の意思で自分のキャリアを決めれるっていうのは非常に良かったかなと思います。残念ながら私の場合、資格取った時にはもう会社を、もともとメーカーの知財部だったんですね。で、そこからあの資格取って、でもあの事務所に移ったんですけれども、残念ながらだからその弁理士になってから会社勤務をしてないので、事務所なので知財部に、知財部じゃない、その会社に行ったらどうなってたかというのは実際わからないんですけれども、ただ私がそのまだ若くてですね、独身でバリバリその、ね、OL をやってた頃っていうのは、まあ、無資格で、ね、やってた頃っていうのはやっぱり結婚のタイミング、出産のタイミングとかで自分が思わない部署に移動させられたりとか結構ありましたからね。だから私が弁理士になろうと思ったきっかけがそこなんですけど、仕事がやっぱり実務がすごい面白かったんですよね。で、面白かったんだけど無資格のままだと自分の本意じゃない部署に不本意にこう移動を命じられたりとかもやっぱり先輩とか見ててあったんですね。で、それだとやっぱり自分がせっかく勉強してきたこととかやりたいことができない。で、一方でそのいろんなこう先生方と顧問契約とか結んでやって仕事やってたわけですよね、会社が。で、その先生方見るとやっぱりどんどんやっぱりこう専門性っていうものは非常に強いし、で、なんか自分の意思でこうやってる仕事やる。で、結構こう転職とかも便利してするんですよ。事務所移るの早いんですけど、で、そういったことも全然マイナスに働かない。それがすごいね、魅力的だったんですよね。だからまあ苦労してでも取りたいっていうふうに決意した感じなんですよね。だから今こうスタートされたりとか、まあ、どうしようかな、リスタート切ろうかな、どうしようかなっていろいろとこう結果が出た上で迷ってる人と、これから本当にスタートされる人っていう、まあ、混在だと思うんですけれども、まあで、人によってその負担、その試験勉強の負担というのは違うでしょうが、ただそれだけにやっぱり価値があるっていうことは本当なので、なのでぜひ頑張って最後まで突破していただきたいなと思います。
で、最後に言いたいのは、このテーマの通りで、あの一つ一つ年数がかかるわけではなくて、担当受かった年が本当に今は一番受かりやすいので、あのしっかりあの地に足をつけて勉強法間違えなければ口述まで一気に行けます。で、行くべきですね。さっき言ったようにだんだん受かりにくくなります、免除とか使ってるようだとね。ですからちょっとしっかりついてきていただいて、あの一期合格を目指していただければと思います。はい、ではお時間になりましたので、私の方からはこれで以上になります。皆さんお疲れ様でした。